皆さんこんこにちは、えー、私は2017年の全国通訳案内士英語で、えー、受験をしまして、えー、2試験を、えー、1回で合格することができました。で、えー、とそれについての準備の仕方を説明していけたらなと思います。また 直前の人試験直前の方にですね試験の時にこうするといいよというようなあの僕の考えを説明できたらいいかなと思いますまずですねえっと私の自己紹介ですけれども私は英語を教えて今18年目ぐらいですまた通訳案内士の 仕事もですね、通訳案内士として英語の表現ですとかお客様の接待の仕方なども教えたりしましたあとは日本語も教えていまして10年前に日本語教育能力試験という資格を取ってそこから外国の方に日本語を教えていますでは、えー、説明に入りたいと思いますまず明日試験ですというような方に具体的な面接での ポイントをお伝えしたいと思いますまず二次試験なんですが紙を渡されてこれを翻訳してくださいという内容とテーマを5つかいくつか出されてここから選んでそれについてプレゼンをしてくださいという内容が例年の内容になっていますまずこの翻訳なんですけれどもここでのポイントです簡単な単語簡単な文法で 翻訳をしてくださいこれはいろいろな予備校でも言われていることだと思いますし大学受験の英作文面接英会話学校での英,あの英語の試験の準備の講義でもよく言われていることです。なぜかと言いますと,、えー、と大事なのはですねその試験を受ける人が単語をどのぐらい知っているか。 もしくは、えー、文法をどのぐらい高尚な文法をしているかを見るのではなく、書かれている内容がちゃんと相手に伝わっているかどうかを見るのがこの試験のあのポイントだと思うんですね。これはあのガイドをしていても一緒だと思います。難しい単語や難しい文法を伝えたところで相手に伝わらなければ意味がありません。もし自分のあ単語を喋った単語が すごいい難しい単語であればちょっとでも発音が違っていたりすると結局相手は何について話しているかわからなかったりしますしそもそも相手のお客様が英語第一言語でない場合は難しい単語を伝えても普段私たち日本人が英語を勉強した上で知らない単語は 向こうの方も知らないこともあると思いますからあくまでも普段私たちが使っている単語を選んで説明ができるようになるこれが大事なことだと思いますですので、えー、翻訳の時も簡単な文法、簡単な単語で説明をするように心がけるといいと思います また、えー、簡単な英語で話すことについてのもう一つのメリットが文法の間違いが少ないということです簡単な英単語と文法を使っていれば間違えることはあまりないと思いますのでそれも、えー、いい得点につ,つ,つながるのではないかなと思いますあの少しぐらい間違ってもいいかもしれないんですが話す単語英語 すべてにですね、文法間違いがあると、なんかちょっと聞きづらいなというような内容になってしまいますので、そういう意味でも簡単な英語を話すのがいいと思います。次にテーマを選んでプレゼンする問題についてのポイントを伝えたいと思います。まずですね、このテーマ選びなんですけれども、僕のおすすめは子供に説明しやすい、 テーマを選ぶといいと思います日本語で説明しづらいテーマもあると思うんです日本語で説明しづらいテーマはおそらく英語にするともっと説明がしづらいですこう日本の心についてとかあのすごい具体的なもののテーマよりもあ、抽象的なテーマよりも具体的なテーマを選ぶ方が 子供に説明できるテーマを選んだ方がすごく説明がしやすいと思います僕が受けた時も5つぐらいテーマがあったと思うんですけれども僕は確か夏祭りについてのテーマを選びましたで、反対にその他の4つは日本語に説明してもちゃんと説明できるかなというような内容の印象でしたので私はあの。 おそらく受験者はみんな夏祭りを選ぶんじゃないかなと思うぐらい夏祭りが一番説明がしやすかったです2つ目のポイントですが、えー、テーマを選ぶときに自分で具体例自分のエピソードが話せるものを選ぶのがいいと思いますどうしてかと言いますと例えばまあ夏祭りについて説明する場合夏祭りのまあ全体的な内容を説明すると思うんですね夏にあ で、えー、屋台があって大踊りをして楽しみますそしてその後にもし時間が余ってしまった時に自分のエピソードを話しますそうしないとですね結局さて何についてあと話そうと考えている時間が沈黙になってこの時間が非常にもったいないしおそらく高得点にはならないんじゃないかなと思います で実際あのその後に試験官の方からいろんなああの質問をテーマに関する質問を受けてそれに答えるんですけれどもこれもあの答えに困った時に私が子どもの時はこうしましたですとか私の家族はこうしていますというようなエピソードを伝えることでちゃんと受け答えができるのではないかなと思います。次の、えーと 直前のの練習のポイントですが僕はえっと直前まで結局目の前にぬいぐるみみたいなのを置いてこういうぬいぐるみをい目の前に置いてこのぬいぐるみを試験官だと思って説明をしましたもちろん自分が選んだテーマが試験出るとは限らないですけれどもこの簡単な英語で説明するというトレーニングを自分にするためにやってみました よく携帯で撮ってチェックする方もいるかもしれませんがこれは直前にやるとこう自分の英語力を見てへこむ場合が僕はあったのでなのであのそれはせずにひたすらぬいぐるみに向かって話すトレーニングに集中して自分の今の現状を確認するのは直前はしないようにしました次です、えー、これから、えー、勉強をする方 二次試験についてまだ1年半年もしくは1ヶ月ある方についてのポイントを勉強のポイントをお伝えしたいと思いますまず簡単な単語を使って本番を話してくださいということですのでいろんなあの日本について英語で書かれた本がありますちょっと皆さんにお見せしたいんですけど のの持ってるのでこんだけありますでその中で僕が選んでいいかなと思うのがこの3つなんですけれどもこれはあの本屋さんでは置いてなくてハロー通訳アカデミーさんに連絡をしてあの取り寄せてもらったものです。ここれれもすすごくいいですやはりこれが これらの本の中で唯一通訳案内士の二次試験対策のために書かれているものなのですけれどもこれあのこの本に限らずこの本のいいところは簡単な単な語を使っていいるということですこれなんかは3秒で説明ができるということで本当に英文が短く。 すすごくまとままととっていると思いる思こちらはあの単語を簡単な英語で説明しているのでいいと思います難しい単語が書かれているバイリンガルブックは僕はおすすめはしませんなぜならばその言葉を正確な発音でできないか話せない限りは相手にも伝わることが難しいからですそして、えー、とこれらの本ですね 大事なのはですね、内容を暗記してはいけないということです。なぜかというと、暗記は時間がかかる上にあまり僕は身にならないと思います。それよりも英単語、ここの本で使っている英単語をあの覚える方がいいかなと思います。その英単語を覚えるというのもやみくもに覚えるのではなくて、例えば、えー、天ぷらについて、 説明する場合、天ぷらだから天ぷらの衣ってそもそも英語で何て言うんだろうと思った時にこれで天ぷらを見ればこれで天ぷらを見ればそこに衣の単語は出てるわけで,すでそれを見てあこういうんだなと思ったらこの本から離れて簡単な英語で話すというトレーニングをするといいと思います。 簡単な英語で話すトレーニングっていうのは私が先ほど言いましたぬいぐるみを目の前に置いてそのぬいぐるみに向かって話すというトレーニングを僕はしましたじゃあですねこの3つの簡単な英単語を使っていないこれらの本をどうやって使うかと言いますと僕はこれらの本のこれ全部バイリンガルブックなんですけれども日本語を読みました 日本語を読んでそれを自分の頭の中に入れてそれを自分の知っている英単語で話すそれで自分の使っている知っている英単語でも話しきれない場合にこの本ではこの本ではどういうふうに説明しているかをチェックするという方法がいいと思いますこれですねおそらくネイティブの人に 全部暗記して言ってくださいと言われても無理だと思います例えばここにある日本語を我々が全部暗記して説明してくださいと言っても無理ですでもここに書かれている単語に関してはこれはこう言うんだなというふうに一つ一つ覚えるのはあのいいかなできると思いますので結局書かれている内容を理解するという意味ではこれらの本はとてもいいと思います まあ、ガイドを日本について説明をしたいという方はですねおそらく日本について興味がある方なのであのも,うもちろん英語の勉強にもなりますけど日本語だけでも十分楽しい本になっていると思いますこのように、えー、と通訳案内士の試験のアドバイスとして僕は考えたことを挙げてみました通訳案内士は 言語に関する唯一の日本の国家資格ですので、とても合格して身になるものではないかなと思っています。ぜひ皆さん通訳案内士合格して、海外の方に日本の良さを伝えてあげてください。ご視聴ありがとうございました。皆さん試験頑張ってください。